誰も拾ってないの俺のアイテム。拾ってないよ。あ、ほんとだ、あった、あそこにいっぱいあった。あー最悪だー。なぜ、なんか知らんけど一直線の道がこの字に変えられてて落とし穴になってた。大丈夫さ、前に進もう、太陽をいつも胸に繋がって伝わるパワー、願いを捕まえよう。でっかい波に乗ろう、力しよう。え、もう帰来れない？来れない。俺の仕方ない。ここは船長が救いに行ってやるか。おい、行け行け。一緒に。俺も行くんじゃないのか、そこ。そして二度と戻ってくる。なんでそうなるんだよ。あー、いて。あー、いたいた。どこ？どこだ、お前らをいじめる悪い者は。たくさん、いいよ、被害者増えるから。なんだよ、俺だって強えんだぞ。ここだぞ。3匹いる。ここがなぜかこの字になった。みんなどこだよ。あ、やばい、ガストが来たぞ。あった。倒してやった。どこだっけ。やる。やる、さすが船長。わー、かっこいい。すごーい。マジイケメンなんですけど、ドキドキしちゃうし、やだ。長いし、そんなこと言われても嬉しくねえぞこの野郎って言いたいところだけど、マジで嬉しくないからそういうノリもできる。うっちゃ。揃った。今嫌の豚の音が聞こえたような気がしたけど、うん、気のせいということで、え、気のせい、気のせい、開けてる。あ、違う違う違う、これ偽物、偽物というか死んだ人よ。死んだ人よ。お供え物。死んだ人よって俺ですか。そうです、俺とかブレクさんです。てか今、いや開けたよね、こら。はい、じゃあ夢いっぱいの宝、せーの。はい、おお、ダイヤ1個。わあわあわあ、そして初めてのネザーボート。えい、ええ、悪くねえじゃん。ブドウ取った、ブドウ取れるぜ。ここも何も見ることなく終わった。開けた時はないんだろう、中身がっていうことやった。終わりかな。ガイモン、ガイモン、ガイモン、サイモンがね、あの有名なちょっとオールディーな歌手ですね。あ、ガガーファンクルな。そう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 。誰にも通じないわ、もうこんな動画見てる人多分。あっち側にまだ回ってないとこってあった、結構。いや、あっちの方さーっと見てきたんだけどなかったよ、何も。ない。うん。何も？うん。なかった。
き止まりだった。次どっち？次はどっちする？次どっち？俺に決めさせると。いいけど。でもダッチを決めるとろくなことなさそう。そんなことはないだろ。道案選びに関してはなかなかだぜ。こっち。はーい。あれ、俺が選んだ道にないとは珍しいな。いつもじゃん。あ、ブレイズだ。いってー。あー、つい。あー、ガス。どこ？あ、しかもロット落とした。ロット取れないんじゃない？あれ、取れる。やばい！来た。豆腐来た。え？来た。イエーイ。回収。おー。おった勝った早っ。赤キノコネーザーで赤キノコ採取する人初めて見た。え、もしもあーいた食料だよ。俺たちキノコ島の住民なんだけど。え、キノコあったっけ。キノコまだたっぷりあるよ。おー来た出てる。行くぞ。はい。おお。さっきとほとんど似た中身似てる。金の剣。ブドウあるよ。ブドウと。金の剣は金の剣誰も触れない。いらねえと。ああもらってる。どうぞ。あ、宝箱。お早い。どこ？明日か。こっちか。二つある。おお、すげえ。1個と2個。おーすげえ。めっちゃ出てる。ネザーウート。あ、本当だ。おお、来た。ついに発見。ネザーウート畑。いやー。イエーイ。あった。これでね、ポーション使い放題だよ、ちょっと。あ、マジで？これでね、夢のポ、本当だ。じゃあ奥から開けていこっか。はい。ああ。はい、待っとこ。ああ。おお。はい。ああ。ああ。なんかゴールドプレートがめっちゃいっぱいもらえた。お。お、なにこれ。開通したぜ。どこここ、あ、本当だ。ここに開通したんだ。帰り道こっちだ。そうやで。やったぜ。褒めろ。もう、え？褒めろ。すごい。帰り道確保、褒めろ。すごい。うん、ありがとう。いや、もうベロじゃん。いた。ムルクさんいたぞ。とりあえず帰るか。帰るかい。帰るか。俺を置いて、帰るがいい。あ、じゃあ帰ろう。助けに来たぞ。ブルクさん、俺はあなたが唯一俺の味方だと思ってるから助けに来たぞ。どこにおんねん。倒したー。どこにおんのかわからへん。まだいる。倒した。あ、今度後ろからガストが。倒したぞ。いけ。さあ。あ、ちょっとブルクやばい。後ろ。おおマイガー。おおマイガー。お前に似てきたな。なんで俺オーマイガーとか言ったことあるっけ。あー、またいた。何が。あいや、あっち。さらき無謀でしょ。そう、ゴリ押しでゴリ押しでブレイズに向かって切り込んでいったらそれあちってなるのよ。でも死なないから平気。まあね、男だね。女です。普通に返した。早かったし。じゃあね、とりあえず無事ね、目標をこんなにあっさり達成したのはむしろこの企画上初かもしれないぐらいあっさり。じゃあこれキヨンの成績。素晴らしい。
美しい。ブレイズロッドが9本、そしてダイヤが2個、そしてレザーボートが4つ。これでもこれはちょっと成績とはちょっと違う気がするな。なんかブレイズロッド帰ってきてた。あ、12。素晴らしい。これは今日の成績です。なんかゴミ箱にされてない。俺もう拾えないけど、なんでこの空っぽの食器があんだよ。素晴らしい素晴らしい。これでね、もうブレイズ、あの醸造台とか作りたい人は自由に使っちゃって作って、ね、自分の好きなところに置いちゃってください。はーい、はい、これでポーション作り放題だぜ。フグとか、フグがやっと、これ違うだろ、だから最後の方のここゴミ箱じゃねえよ。あれ、でこれツルハシで普通に回収ができる。あ、できた、ね、おー、ちょっと宙に浮いてるのが残念だけど、できた。透明化ポーションってどうやって作るんだっけ。一番取られたらめんどくさい人に取られてしまった。欲しいか。もう欲しいか。返せよ。あ、じゃあ最後にちょっと、はい、経過だけちょっと見に行っていい？はーい。あの地獄の労働、労働の島。おい、到着。なにこれ、どれ、ここ、あ、ここちょっと、これフランキーさんが作ったみたい。ここに入ったらね、どんな感じで下に見えるか、あのかぶってちょっとダメだけど、見えないけど、一人ずつしか見れない。東京タワーのあれみたいな感じだよね。ガラスの、そう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 、ガラスの、はい、すっげえ。あれ、こんな花あったっけ。え、俺もそう、おい、もうそういうことする、すぐこれをウォーターセブンの地図まだできてないけどね、うん、で、こっちがエニュースロビーの予定地としてね。で、何持ってたのかな。え、おっと、なんでここでまさかのウルクさんが被害者になるの。だって切られたもん。なんてこった。ウルクさん、またマイクが、それともあれか、骨だから声帯がないから声が出てない。そうなんですよ、なんかちょっとくっつけたつもりだったんですけど、ね、ちょっと声帯外れちゃった、ポロッといっちゃったみたいで。なるほど、それはしまう。今、まあ、またちゃんとこう付け直す準備してるんで、ね、たまた、まあ、次回の、いった、危ない、ここで、ちょっと、もう一人の被害者が出る寸前だったよ。必死で逃げてるけど見えたから、この青色の紫色の袖。え、何、誰のこと。痛い一撃。恐ろしい。なんていう意味。まあね、とりあえずね、もうこんなことを、いつもこんな状況ですが、NS ロビーはこうやってね、地道にまずはその、ね、岩盤まで掘るという作業を先にやっております。また殺されかけてる。あー、ウォーターセブンの地図が直しといてね。持ってないよ。誰も持ってない。ああ、うん、いたずらばっかりするから。本当だ。なんだ、まただっちさんか。なんで俺になるの。またって、しかもなんだ。またかよ。またってなの、おかしいな。上にあった。本当に。というわけで、今日は目標達成、そして前回の現在の経過っていうのは、このウォーターセブン掘り掘り作業、マジ地獄、これマジで TNT なしでみんなでコツコツと掘っていただいております。マジ地獄、マジ地獄。え、なんで。なんでこんなパズルみたいなことしてんの、ちょっと。え、ぐっちゃぐちゃウォーターセブン。すげえ、怖い、初めて見た。ちょっとこれ、ちょっと直す。ぐっちゃぐちゃになった。なんだよこのパズル。このね、こういう風に面白いパズルみたいにできるっていう、てかそもそもこうやって大きくなるっていうのを俺はフランキーさんがやるまで知らなかった。もう俺が一生懸命ね作ったこの街並みを拝ませてください。すごい。また回してるし。
はい、では本日レザー要塞攻略お疲れ様でした。お疲れ様でした。